はい、田舎の新業ですけれども、手打ちそば山品に来ております。取材許可いただきまして、地獄菜の手打ちそば、これからですねざるそばを一杯、作っていただきます。おばさん家でこれ取れたそば粉ですか？そうです。ああそうですか。天日干しっていうのは取れた種を天日で干して それからそば粉にしたんですよね。すごいですね。もう遅くなりましてですね、もうお店が終わってるんですけれども、おばさんに一つですねざるそばを作っていただいてます。随分ですねいろんな有名な方がですね、来てですね、ここら辺で、記念写真を撮っておられますね。はい、ざるそば出来上がりました。美味しそうですね。やはりですね、この打ちたての揚げたてのそばっていうのが一番美味しそうですね。ですね、この色とですね艶が一番そば、の食欲をそそりますね。そしてですね、ここの善光今善光寺の御開帳ですから、善光寺のですね、門前にある八幡磯五郎のですね七味唐辛子が、ここにありますね。山田品さんでもご愛用ということですね。特選ざる、信州の、ざるそば手打ちざるそばでした。